いきますよ。はい、ということで次私の番なんですけどね、まず最初にリミちゃんが送ったのはジュースとリンゴということで、私が買ってきたのはこちらのリンゴジュースなっちゃんです。こちら定番でしょ、リンゴジュースって。定番だよね。ほら見て、ほら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 、わかんないよ。これは正解でした。次にね、2問目なんですけど、ポテトとチーズってちょっと分かりづらかったんですけど、なんか私が想像してたのは売ってなくて作ってきました。ちょっと失敗したんだよね。チャララー、ちょっと温めすぎました。レンジで温められるチーズと、あの冷凍のポテトを買って作ったのがこちらのライス。ちょっとね、揚げるとか時間ないのでね、もうちょっとね、簡単に作れるもので。あ、ちょっと待って、食べるよりも先に。そうだそうだ、判定をお願いします。判定お願いします。ディルルルルルルルキャン、パパパパパパパブブー。わかりづらわかりづらピンポン。え、どっち？ピンポン。イエーイ、当たり。これだったの？ポテトにチーズついてる。1個食べる。1個食べる。いいやん。でも硬、カチカチ。カチカチ。カチカチ。ちょっと、あ、本当にカチカチだね。あ、全部くっついてる。全部くっついてます。どう？どう？硬い。うん、美味しいよ。じゃあ後で食べましょう。うん、はい、じゃあ次行きます。はい、はい、次はね、あのね、なんかバンズかな、バンズに肉肉、あ、じゃあベーコン、肉、レタス、バンズみたいな感じだったので、私はバンズ2個でひらめきました。バンズ2個。あ、でもチーズが入ってなかったのでこっちにしました。テリヤキバーガー。なんかリミの目が光ってんだけど、まあ、ハンバーガーってこと。ハンバーガーってこと。チーズ入ってた、あのチーズ入ってたらチーズバーガーにしたんですけど、なかったので。さあ、リミさん、判定をお願いいたします。ギュリギュリペン、ヒェカボーイ、ポポポポポポー。正解。イエーイ。わかりづらー。毎回わかりづらいんだけど正解ね。すごい、連続正解です。半分だぜ。すごい。じゃあ、はい、じゃあラストです。ラスト一番自信ないです。なんかさ、卵とパンとイチゴって何みたいな。卵とパンとイチゴ、なんだろう。コーナーに行っても卵とパンが乗ってるやつなんてないし。これが一番ね、ちょっと一番悩んだんですけど、ね、いきます。うん、じゃらーん。ワッフルのいちご、いちごのワッフルで、卵も牛乳も入ってます。まあパンだし、卵も使われてるし、いちごだしみたいな。これは自信なさそうですね。ないですよ。正解は、はい、ドゥーブッカー。ブブーブブー、わかりづらい。何ですか、じゃあ正解は。ショートチーズ。ショートケーキ。わお。わお。卵に。あ、これ卵じゃない、もしかして。これ卵？うん。卵じゃないんだ。生クリームってことだったのか。なるほど。アイス使ってくれよ。それにパンは、うんうん、スポンジ。スポンジ。あー。ショートケーキでしたね。これはちょっと難しい。マリーちゃんが買ってきてくれた。生クリームに例えるのが難しいね。まあまあ2年生ですから、ちょっとね、おめでてあげてください。はい、ってことは、ってことは、おちゃんは、私は4問中3問正解ってことは、しほちゃんの勝ちで、リミが2ポイントで、しほが3ポイント。うん、全部2ポイント。いや、ちょっと待って待って待ってそう、今カメラのセッティングします。じゃあしほちゃんどいて、走るよ。ちょっと、ま、え、待って待って待って、
待ってよ。はい、じゃあリミちゃん罰ゲームです。お願いします。一般でバブちゃんって言われてるのかな。え、なにこれ。雑巾掛け。ブブー。なに。ヒント、動物。動物。なに。しーちゃん学校でない。ザリガニ。ブブー。なに。ゴリラ。ブブー。チンパンジー。ザルーゴリラ。チンパン違う。違う。何ね。バタ。コナはそんな。パンダ。長け物。バタ。リミが好き。長け物、走る。リミが好き？クマ？クマ。クマ。皆さんこれはクマだそうです。ちょっと食べたりよ。ああ、耳ね。わかりづらー。リミちゃん最後までわかりづらかったね。わかりづらー。それでは、バイバーイ。バージン、何バージン。バージン。結構聞いてます。確かに。早く飲みたかったのね。しご、あ、切っていいよ。グミ、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 グ